栗の天ぷらを揚げました。人間の夜ご飯の裾分けです。と言ってもちょっとミスっちゃったかな。あ、食べてる子もいる。しんちゃん、ティッシュ頭の上乗っけてどうしてんの、しんちゃん。なんかケープかマスクみたいな。マッシュもなんか今日はこっち一人でいたい気分だそうで。じゃあ3匹だね。寒いからね、みんなふかふかのお布団の中こうまってるね。項目4の選択です。デスクトップの選択、デスクトップ。しんちゃん、お顔見せて可愛いね。マルコ食べて珍しいね、なんてちょっと食細い方なの。しんちゃん後ろでギルも食べてるね。項目ビューの、見てほら、他の子ケツぐらいしてんの、ほら、まあさ、ちょっとだけだけど、あ、ほら、してるしてる、してますよね。ちょっとだけ、分かりにくかったかな。こうしない？しんちゃんのケツぐらいが可愛い。耳の中までやってる。なんかこの中に入りたいなってよく思いますね、このホワホワの中に。今日は女の子ちょっと別々だけど、みんな固まって寝てると、あー、この中入りたいなって思いますね。ね、男の子たち仲良く毛づくろいしてるの。しんちゃん何そのポーズ、固まっちゃってる。どうしたの？どうしたのその格好？大丈夫？しんちゃん、あ、寝ちゃったのかなそのまま。多分そうだ。寝てるわ。の長男です。寝ちゃったよしんちゃん、ちょっとズームしよう、このまま寝ちゃった、毛づくろいしたまま寝ちゃった。はい、ではでは、しんちゃんおやすみ。